あれが1号橋ですね。1号橋の新築現場です。これ2号新築現場ですね。天草5橋の新築現場です。三西港です。西港です。三隅西港宇土市の三隅西港天草5橋、1号橋です。こちらは新築中です。三隅西港です。明治日本産業遺産、産業革命遺産です。明治日本の産業革命遺産。広島屋。広島屋。
龍城館です。住西港龍城館、龍城館です。明治日本の産業革命遺産、ここは龍城館です。住子龍城館です。桜です。ムルトハウス三住西湖、桜が5分だけです。ムルトハウスです。ムルトハウスです。あ、龍城館住子です。ここは今は三住西湖コーヒー屋ですけど、ここは旧三住海運倉庫です。旧三住海運倉庫です。ここはムードルハウス、お土産屋です。ムードルハウス、三住西港です。世界遺産道路、三住西港です。三住西湖です。こういう用じゃなくて、バランカン、えらいプレッシャーやらせてて、車で行っちゃうと西湖橋掛けに使えてる。これやったら急、これそうかとやった倉庫跡、オランダ館です。オランダ館からです。あら、今週使えたよ。オランダ館です。今週は船だろ。三住海運倉庫です。おい、ウインナーソウインナーコーヒーです。おいしい。
ろ。午前中と午後と変わったってやりか、はしこいだろ。オランダ君からです。ミスミニシコ、はい、ミスミニシコです。高田海藻店跡です。高田海藻店跡です。明治20年にミスミニシコを開館、明治20年に住港が開港したときにすでに禁止されていた歴史ある建物です。高田海藻店です。はい、住港です。高田海藻店跡です。おお、ああ、和室間でも、天井なんかえらいしっかりした。おお、高田店です。広川ですね。わあ、日本間。ああ、高田海藻店。ああ、高田海藻店。明治20年にはもうできておりました。あら、これちょっと急な階段、手すりはないから危ないです。ああ、2階ですね。はい、明るくない。ああ、2階、窓が、はい、ああ、敷居が高い、ほら。うん、高田海藻店。はい、ミスミニシコ。ミスミニシコ。でした。